今回紹介するのは「硬い体が驚くほど気持ちよく伸びる」「自重ストレッチ」という本ですストレッチってすごい購入して早速実践してますがきちんと書面通りやると1回でも体に変化が出ましたただストレッチを甘く見てると特に運動不足の方は後転反応が強く出ると思うので 少しずつ量を増やしていけばいいと思います。常に運動続けてる私ですが、何気なくやった足のストレッチでめまいが逆に筋や筋肉が体のどこでつながっているのか実感でき、いい勉強になりました。これからもずっと続けたいと思います。 身体が硬すぎてストレッチができない自分が改善したのだから間違えない自重や関節の仕組みを上手に利用したストレッチで関節。 筋肉の血液循環が良くなり筋力運動の後のクールダウンに有効かと思う加齢に伴う筋肉の身長範囲の拡大や肩こりなど姿勢の悪さに伴う痛みなどに効果あり自重をかけてストレッチするため過剰な力がかかるのを予防できる安全な範囲でストレッチが可能以上興味のある方は 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。